はい、おこんばんちは、うかでございます。もうここでやらなきゃ男じゃないっていうのは分かってんだ。ファイト、思いっきり引っ張って、引っ張れ引っ張れ、頼む王様、頑張れ。よし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 、さすが大打丸、大打作成功。よっしゃよしよし、いいぞいいぞ。そしてうちのアンダー製造機宮原、盗塁はダメ、盗塁ができない、頑張れ。まあ心理だ、1点、確実につなげる。よし、上位打線、あ、これ代打どうしようかな。パワー的にはこれやむを得ない、やべ、ピッチャーを代打に出す始末。でも仕方がない、これはもう。で、そのピッチャーつけばいいし、最悪、2点追いついたら、ファイト。よし、さあ、お願い。スクイズはできない。1点じゃ足りないんだ。こんなコマコマやってたら、ツーアウトで終わっちまうよ。うわー、それでもダメかよ。勘弁しろよ。生ため、お前に任せた。もう、お前で転がせ。頼む。転がしていけ。頼む。本当につない。うわー、なんだよー、うわ、くそ、惜しい、ね、悔しいよー。いや、でも、くそ、負けちゃった。1月下旬に発表。で、わからないってことだよね、要は。完全にもう、決まったわけではないんだよ。もうダメっていう。最悪まだ、評判少し下がった。社内。もう、でも仕方がないんだ。切り替えていこう。さあ、ドラフト。怖が、もう、何？そうだね。知らねえわ、翔子はもう春の、ほぼ確定。で、確か関東2枠だ、何枠かあったんだよね。だから、それに入るかどうかってのは問題なんでしょ、要は。入れたらいいなぁ、それこそ。ドラフトの日、うちから誰か選べる。頼む。ドラフト回避。選手は基本緊張の持ち。さあ、ドラフト。どうだ。さあ、うちから何人来るのか。2009、そうそう、入れるのかな。ドラフト回避がします。第1回選択決め、来た。お、早野、ミラクル早野、来た。岡村、お、藤村、石塚、いいね。1位結構来たね。やった。じゃあ4回。もうダメ？ 3 人だけ？まさかの。もっと来てほしかった。ん？第6回。来い。まあでも3人いた。はい。キャプテンが行ったね。よくやってくれた。よく頑張った。さすが。ミラクル早野。さすがにもう最後まで彼はミラクルを見せてくれたよ。俺はもうね。お、誰？次世代、あ、宮原。確かにね。うん。俺はもう彼は本当に誇りに思うよ。よしよしよし。最後のミラクルを見せてくれた彼ら。俺はもうそれだけで十分だ。いいね。おー、成長。OB との試合、いいね。各地で経験値、おー、いいね。成長してる。3かな？いや、4だな。素振り。ゴーストレッチってあんまいるのかな？はい、11月ノベンバー。見ていこうか。どうなった？結構、秋を戦いに行ってだいぶ成長したんじゃないかな。ちょっと成長アップかな。並木もいいな、全体的に。全体能力で言ったらもしかしたらだけどさ、どっちを選んでやると。俺もっと見ると並木の方がエースの方がいい気がしてきたんだよな。それ俺だけかな、そう思えるの。急速アップはないや、もう大学まで来たんだ。じゃあ磨こう。変化球磨くでこれだ。もっと磨く。で、それで、オーリングもいいんだよな。俺、ハイもエースか。ああ、それ、ハイもエースか。ああ、そうか、いいのか。どれぐらい磨けたいんだっけ。ああ、それと、急速足りねえんだ。そうだね、で、沼った。あ、成長アップいいね。じゃあ、あと急速アップ。で、水の請求。で、そうだね、で、急速。で、補給がいいになった。よし、で、パー。せっかく動画触るのパワー使おうね。パワー成長予定で、それで、渡部が補給が D になったのに、じゃあ、あとは、総力。一応ね、あれ、4番から2とかないのか、ここ的に。ちょっとパワー S ぐらいにしとくか。パワー S、パワー S。パワー S だよって、なんだよね、そうだね。にしとこうか。で、守備力がもうすぐいいんだ。よし。で、総力 OK で、そうだ、落ちた。で、彼の、さあ、パワーだな。で、それで、パワーアップ、肩しになったな、じゃあ、守備だな。渡部がいいな、しかし。オール C 以上いけそうだ。で、それで、席のパワー、来た、総力やったぜ。で、どうしようかな。なんか、打撃フォーム変更したっけ。どうしようかな。守備、いや、どうしよう。
一番としてミート待った方がいいよ、俺的に。で、それで補給アップができたんなら守備力。下園が後を継ぐと考えたら結構頑張ってほしいもんだな。うぅ、文化祭。そうだよな。でも、1月下旬、緊張するな。まあでも頑張るだけ頑張ったんだよ。お化け屋敷など頑張っ、楽しんだ。うん、そう。お疲れ様の意気見で楽しんできたまえ。マシン打撃。で、素振りかな？かなり、練習効率が上がるはず。うん。でね、これからの方針なんだけど、やっぱり、練習試合なんですけど、今までは結構勝ち癖をつけるっていう理由で、結構あんま、自分と格下とずっとやってたんですけど、今回はちょっと格上とね、ちょっとこれから頑張ってやっていこうかなと思います。で、それで評判を上げていかないと、やっぱりちょっと大変なんですよ。いい1年生が入ってこないから。まあ、成長すればいいんだけどですね。5日間にわたり合宿しようしよう。うん。まあ、しょうがない。じゃあ5で。ここの青の連続なんだこれ。あ、2でよかったか今の。2だ、2で、ああ、ミスったな。ちょっとぼーってやってた今完全に。で、ま、そうだよな。まあ、でも成長はするのか。レベル23。あ、よくなった。地を、危ない。土な、どうしようか。1やっていいよ。でも5あったじゃん。なんだ。練習効率、5とかそういう時に練習効率は、ん？おー、生方くん。どうしたいか。そうだな。走り込み、速い球で投げる。速い球だろうな。速い球が投げるに越したことはない。適当に言ってますけど。4で、じゃあ投げ込みで、かなりの経験値を上げてもらおうかな。よしよし。成長成長。より効果的な練習いいね。有名なプロレス引退した？そっか、ちょっとがっかりしてる？しかない。まあ、昨日わかるよ。俺も古田が引退した時はがっかりした。がっかりってか、まあ、監督、実際神宮見に行ったもんね、俺。誰にしようかな。生ためはもういいんだよな。じゃあ、渡部で。生ためがほんと評価いい。いい評価受けてんだよね。見た感じ。腕立て腹筋。下園せ、おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー。よしよし、頑張って。より効果的な練習、いいね。どちらにせよ。だったら、これでいいや。変化球投げ込みでいいや。どうせ。よしよしよし。成長成長。お疲れ様です。試験。よかった。うん、悪い奴はいないんだな。やっぱうちの、頭悪い奴いねえんだな。じゃあ1でちょっと特殊能力なんか覚えさせましょうか。相葉、西田、沼田か。どうしようかな。次世代、次期エースで考えたら、沼田なんだよな。でも、西田も結構、ちょっと西田にしよう。西田は結構試合に今の時点で出てるから、そうだな。ハイボールヒッターがいいかな。ハイボールヒッター。覚えろ。厳しい。全然覚えないな。1の方がよく、もう難易度1ぐらいのがいいのかな、もう気持ち的には。疲れとって。複数のプランです。どれにしようかな。職人さんがいるんだよな。じゃあ下で。職人、で、2があって、いけそう。よし。赤回避はできそうなんで、下行きます。よし。いいね。ちゃんと成長して。ピカピカの、守備力ブロ、守備力グラブ、いいね。はい、というわけで次回行きたいと思います。ぜひご覧ください。それじゃあねー。